ラー映画の主人公の人形をめっちゃ集めてます。 MS クルーとか懐かしくないですか。そのスマイルを切り取ったのがこのパネルなんですけど、こんにちは。どうぞ。小田原愛美です。普段はイラストレーターの仕事とか i&me っていう自分のブランドのデザインとかしてます。結婚して引っ越すとこを探してて、でこの入った時のリビングの広さとか、カーテンなくてもあんま人目が気にならないところとか、なんか引っ越してすぐコロナ禍になっちゃったんですけど、その時にベランダでくつろげたり結構開放感があるので、それで救われた感じはします。ここが玄関なんですけど、ホラー映画好きなんですけど、ホラーのやつとか、この中が私のメガネコレクションで、サングラスコレクションで、一軍のやつがあります。メガネとかは全部着て出かけるときに最後に今日はどれにしようかなと、この鏡で選んで出かけます。あんま大きい絵描かないんで、このぐらい大きいポスターは映えるかなと思って飾ってます。ではマリリンマンションっていう個展のやつで、本当は立体になってるんですけど、窓から人の家を覗き見するみたいなテーマの作品です。もともとついてたライトなんですけど、家がバブリーで古いのでこんな感じですね。タグも私のスマイルで作りました。日本製でふかふかです。靴はバンズが8割ぐらいで、ナイキ 1.5、 アディダス 0.5 ぐらいで、スニーカーもいっぱい持ってて、実家とクローゼットにもあります。最近はこれです。このゴアテックスのナイキのやつ、色合いとあと履きやすい、疲れない。こっちが作業場です。私の旦那の村田修平です。映像ディレクターをしてます。と犬のニコちゃんと猫のイオちゃん、普段はこっちで絵とか描いてて、パソコンとか作業するときはこっちのパソコンを使ってます。普段は個展をやったりとか、こういうスマイルのパネルとか、さっきのポスターとか、あとはアパレルとかのクライアントワークですね。 T シャツのデザインとかやってます。本当に幼稚園とか小さい時から描いてて、親戚のおばさんの似顔絵を描いて爆笑されるとか、そういう笑われたり楽しませるのが好きでした。高校に入って卒業のタイミングで、もともと父がデザイナーとかしてて事務所に通ってたんですけど、渋谷の、その時に通り道にデザインの学校があって、専門学校があって、見慣れてたんでそこ行こうかなと思ってデザインの学校に入って、で卒業してからもやる気もなくてバイトだけしてたんですけど、友達から個展やってみないって言われて初めてやったのがきっかけで、そこから仕事ちょっともらえるようになってきて今に至るという感じです。何か作品を作ろうと思って始めるのではなくて、落書きとかちっちゃく書いて、その中から作品に昇華するみたいな感じでやってますね。B 級映画ってギャグだと思ってて、で私の絵も首を切られてるのに死んでるのに笑顔とか、そういうユーモアがあるかなと。でそのスマイルを切り取ったのがこのパネルなんですけど、怒りながら笑ってるのか本当に笑ってるのかわからないし、皮肉なメッセージです。今座ってる椅子はパントンチェアというプラスチックみたいな
紫つながりでビスレイのキャビネット画材が入ってます。最近はあの水彩で描いて色鉛筆で仕上げるみたいのが多くて、シュミンケのやつがお気に入りですね。固形水彩です。これファーバーカステルの色鉛筆、これは学生の時から使ってます。上からマイペットモンスターのぬいぐるみ 1,2,3,4,5,6,7匹おります。昔からこういう化け物系が好きで、ファービーとかで、これが古いフィルムカメラとかで集めてます。普段よく使うのはこの2台で、この蓋を開けるとすぐ取れるのが気に入って使ってます。こっちも4台ぐらい持っててすぐ壊れるんで、これも壊れてるんですけど、お気に入りです。集め始めたのは高校ぐらいで、なんか昔トイカメラブームみたいのあったじゃないですか。魚眼とかそういう4連射できるやつとかいろいろ集めてましたね。ここで普段食事してて、これはスズメーズっていうバンドの四つ本さんが描いた絵で譲っていただきました。あとこういうのは黒で統一しようかなと思って選びました。テーブルは旦那がずっと使ってる安いやつで、これは友達の中古家具屋で買いましたね。渋谷のメモっていうとこで。透明は IKEA で買ったやつで、水色だったんですけど黒で塗りました。ここがリビングです。照明が抜けてるっていうか、ここが気に入って選びました。持ち物がぐちゃぐちゃいろんな色があるので、大きいのは黒いので揃えてます。こちらは DVD とか本を収納してる棚で、これがジェームス・リジーっていう作家さんの作品で、私がちっちゃい時から家にあって父が集めてたんですけど譲ってもらいました。あとはホラー映画の主人公の人形をめっちゃ集めてます。これ悪魔の生贄のレザーフェイスとか、あとイットとかハロウィンとかチャッキー、こういうのは海外から買ったりとか、日本のそういうフィギュアのお店で予約して買いますね。私のホラー映画の DVD とか旦那のもあるんですけど、ヘレディタリーがおすすめです。ジェットコースターみたいにもう怖いものが、意外性のある怖いものが押し寄せてきて笑っちゃいますね。やべえみたいな怖くはないですね、どっちかというと。怖がらせてほしいと、気持ち悪い、なんかネバーっとしたのとか、血がギャーって出たりとかが好きです。こっちの洋書とかはだいたい父からもらったやつが多いですね。デザイン系とか 50s くらいの時代のものが多いかな。これは 50s の時代のインテリア、直接じゃないにしろ私を作ってるものというか吸収されてると思います。ロカビリーとか好きなんで、こういう時代のものが入ってます。これはフラットエリックというキャラクターですね。リーバイスのキャラクターらしいです。間抜けな顔のキャラクターが好きで集めてます。始めたきっかけは2014年に、私の父がお前もなんかやれって言われて軽く始めたのが始まりですね。で、2019年に休止して休んでたんですけど、この前復活しました。これが新しいやつです。コンセプトは特になくて、なんかその時自分が欲しいものとか着てるようなものを作るようにしてますね。
まあ、プリントものを中心に、最近はアクセサリーとかカバンとか、まあ、プリントもの以外も作ってます。次の出す予定のやつで、まあ、ロゴとかなんですけど、あとは前回作ったアクセサリー類ですね。ではリップクリームのキャップ、こちらレコードとか収納してるスペースです。もう段通のカーペットがお気に入りで、竜とか虎とかが好きなんで集めてます。これはコンタンっていうフランス人のアーティストの絵でお気に入りです。スマイルのミラーとか、このターンテーブルは20歳ぐらいから持ってるんで14年ぐらいですね。こっちが私のレコードで、こっちが旦那ので、旦那は昔のロックが好きで、私はロカビリーとかサイコビリーとか、まあ、いろいろ聞くんですけど、お気に入りがデスマーチ艦隊とスパイクスというサイコビリーのバンドですね。楽しくなっちゃう。また父の話なんですけど、父がロカビリーの服のデザイナーだったんで、ちっちゃい時からCD もらったりとか、ライブ連れてってもらったりとか、そっからですね。で、小坂忠さんが代官山蔦屋でイベントやってる時に直接サインもらったんですけど、最近亡くなってしまったんですけど、大好きです。これはリキッドリキッド、昔の、多分聞いたらわかるけど、昔から持ってます。CD もよく聞くんですけど、 MS クルーとか懐かしくないですか。高校の時よく聞いてて、レコードでしかない曲もあるんで、そういうのはレコードで、あとは昔を懐かしんで CD とかですね。最近聞くのは、まあ、iTunes が多いですね。レコードは20歳ぐらいの時にヒップホップ好きで、元ネタとかいろいろ集めてたやつですね。あと CD はちっちゃい時から集めてて、最近はそんな増えないんで、昔の思い出みたいな感じですね。昔から趣味が変わらないので、ずっと聴き続けてます。これもこれも私が生まれる前からあったやつで、これは犬の置物で、最近実家帰ったらベランダに放置されてたんで、かわいそうで持って帰りました。で、これはジェームス・リジーの同じやつなんですけど、これもずっと実家にあったんで譲ってもらいました。このソファーはよくテレビでやってるような影のセールみたいなのあるじゃないですか。それで買いましたね。引っ越してくるタイミングで大きいソファー欲しいなと思って買いました。すごいチクチクする、この毛が、羽毛が出てくるから嫌です。ここに座るのは、まあ、仕事終わって夜とかテレビ見ながらとか、旦那と遊びながらとか、あとコロナになる前は友達いっぱい招いてパーティーしたりとかしてましたね。これなんかトランクなんですけど、これも渋谷のメモで、おもちゃとか入ってます。キリンとリュウかな。メモは中古家具とか、あと古着ちょっと置いてるところで、昔から仲良くしてもらってます。やっぱりこの開放感がすごい好きで、コロナ禍でもっと開放感がないとこに住んでたら病んじゃってたかなと思うし、広い感じも良かったですね。このマンション多分40年ぐらい経ってるんで、やっぱ古いから新しくて、このぐらい広いとこに住みたいな。まあ無理せず自分のやりたいことをマイペースに何か生み出していきたいかな。最近韓国の方と仲良くしてもらってて、韓国で展示とかいろいろできたらいいなと思います。